どうもこんばんは、エネムです。今回はですね、ついにジャック・ジャンヌボーカルコレクションとオリジナルサウンドトラックを手に入れましたので、早速開封していきたいと思います。本来であれば明日なんですよね、発売日が。Amazon で予約してたんで1日早くゲットすることができましたということで、早速開封していきましょう。ちなみにね、予約特典はこの2枚ですね、レプリカチケット、王国のシシアとオーラマ・ハベンダー。王国のシシアはオリジナルサウンドトラックの方についてくるのかな。で、このオーラマ・ハベンダーは、ボーカルコレクション Amazon で予約したんで、僕はオーラマ・ハベンダーのチケットをもらいました。他はね、新人公演とか、夏公演、秋公演、冬公演、冬公演がオーラマ・ハベンダーか、まあそれぞれあると思うんですけど、選べるということでですね、皆さん何にしたんでしょうか。僕はもうオーラマ・ハベンダーが大好きなんで、ちょっとじっくり見ていこうか。もうね、オーラマ・ハベンダーすごい良かったですよね。もう他の声も良かったんだけど、特にもう曲も何もかももうドンピシャで好き。めちゃ細かい、見てこれ。12月24日、そう、オーラマ・ハベンダーは12月24日なんですよ。会場ユニベール劋場1階5列48番。これさ、座席番号ってさ、あれかな、みんな同じなのかな、それともランダムなんだろうか。ランダムだったらすごいよねこれなんか自分の好きな座席番号欲しくて、なんかめちゃめちゃ買う人いっぱいいそうだけど。主催ユニベール歌劇学校、協力玉坂座。なんて書いてんだこのちっちゃい文字。優勝状とはご遠慮ください。本件持参なき場合は入場不可って書いてんのか。なるほどね、注意書きね。本件は実際に使用することはできません。はい実際にね、この公演が あるわけではないので、あったらねぜひ行きたいですね。オーラマ・ハベンダーようこそ、享楽の街へ。素晴らしい。これね、大阪会場行った人羨ましかったですね。大阪会場からジャック・ジャンヌの展示もねすごい盛り上がって、この公演ごとのね、垂れ幕、でっかい垂れ幕はさ、あれ間近で見たかったんだよな、ほんと。あれがずっと見たい見たいって言ってたんですけどね、これ複製原画として売ってほしいんですよ、この公演ごとのさ、イラストを。マジで欲しいんですよね。で、次。王国のシシア。王国のシシアですよ。はい。思いは、壁を越えて、思いは壁を越えて、王国のシシア。いやー、これもう、何回やったんだろうか、王国のシシア。実況の中で2月27日、そう、2月27日なんですよ。ここに向かって1年間走ってきた。会場ユニベール劇場1階7列46番。はい、これも、同じなんですよ。同じなんでしょうか。ランダムなんでしょうかよくわかんないですけど、もしランダムだったら、皆さんの座席番号を教えてください。主催ユニベール歌劇学校、協力玉坂座。注意書きは一緒ですかね。実際に、使用することができませんって書かれてますね。王国のシシア、はい、めちゃめちゃ感動しましたね。もう本当どのルートを通るかで全然結末展開が違ってきてね、僕は海ルートが好きだったりするんですけど、ネジ君のルートに、何ですかね、頭を破壊された、なんだろう心を打ち砕かれたみたいな、はい、そういう感想をよく見かけますけど、ネジルート行ってしまったばっかりになんか沼にはまって、他のルートをたどれなかった皆さん、お元気ですかね。初回封入特典ということで、石田水書き下ろし、ジャケット絵柄大判ステッカー、ということで。裏面はこんな感じですね。ちょっとおしゃれじゃん。なんかジャック・ジャンヌオリジナルサウンドトラック、フォントがちょっとおしゃれですね。さあ実際に開けていきますか。じゃあディスク2枚入ってるっていうお話だったよね。おっ、これはいきなり王国のシシアのスチールじゃないか。しかもキサルート、待って、足の油を落とすシーンはキサルート特有のものじゃないか。下のスチールはあれだね、キサルートのスチールだね。いきなり王国のシシアの来る。あ、でも、これも王国のシシアだ。みんな、これもあれだね。キサルート、独自のスチルだよね。まず、立花キサルートのスチル2枚があって、そのスチルの2枚、描かれてるディスク1枚目、そして2枚目ですね。素晴らしい。ジャックジャンの一応、乙女ゲーっていうくくりにはなってますけど、立花キサルートはね、
他のね、誰ともくっつかない主人公のルートなんで、ぜひとも男性陣にもやってほしいですね。もし仮に続編が出るとすれば、立花キサルートの続きになるんじゃないかなと思っているので、本当にね、主人公ルート、男の子にも多分評判いいとは思うので、ぜひやってみてほしいですね。それかもしくは僕の動画を見るか、僕の動画を見てください。さあ、お次はボーカルコレクションの方を見ていきますか。見えるかな？初回封入特典、石田水書き下ろし、スリーブケース絵柄大判ステッカー。よし、じゃあ開けていきますか。もうね、早くね、iTunes にね、入れてね、聞きたくて仕方がない。もうさっさとこの動画を撮り終わってね、適当に編集して投稿して、聞きたいですね。よいしょ。はい、中身はこんな感じ、すごい。インパクトがすごい。出たこのジャックジャンヌのパッケージのイラスト。皆さんこれ。わかります？あ、ちょっと逆になってんな。このパッケージのイラストね。まっすぐ向けよう。ジャックジャンヌのパッケージのイラスト。で、これがあれかな。歌詞とか載ってるやつだね。これがあれだね。特典の大判、ブロマイドステッカーだったっけ？なんかそんな感じだったような気がするんですけど。これが特典ですね。さあ、歌詞。ジャック・ジャンヌ・オブ・クォーツ。もう何回聞いたか、このオープニング。キャミ曲って言いそうになった。神曲ね。神曲。はい。あ、そういえば、まあ、歌詞で今ちょっと思い出したんですけど、カラオケにも、入るらしいですね。ジャック・ジャンヌの、曲が。しかも、来月から、いや、カラオケに入るのは明日からだっけ？なんか来月から、その、ジャック・ジャンヌの映像が使われた、なんていうの？カラオケの映像になるっぽくて、ジョイサウンドかな？ジョイサウンドに入るらしいですね。うん。皆さん、カラオケはね、最近コロナ禍でなかなか、行けないと思うんですけど、カラオケってどうなんだろう？なんか、まん延防止とか、緊急事態が出てるとこって24時間やってないんだろうか。で、ディスク1枚目があって、説明書というか、歌詞があって、そしてディスク2、ディスク3ということで、どのディスクにもジャックジャンのパッケージのイラストですね、が描かれていて、色違い、になってますね。水色と深い青と、はい、なってます。これがジャックジャンのボーカルコレクションの中身ですね。さあ、いかがでしたでしょうか。ジャックジャンのボーカルコレクション、そしてオリジナルサウンドトラックの開封動画でした。本当に、やってない男性の方々は、まあ、石田水作品好きな、人が僕の動画を、見てると思うので、ぜひね、立花キサルートだけでも俺はやってほしいと思うんだよね。っていうのも、まあ立花キサルートの内容もおすすめできるんだけど、やっぱ曲だよね。曲を聴いてほしい。はい。わかるから、ボーカルコレクションとサウンドトラック欲しくなるから、本当に。全部神曲なのよ。うん。全部神曲。ジャック・ジャンヌに入ってる曲も全部歌えるもん。歌詞まで覚えちゃってるもん。これ、フルなんで、今回のは。今回の曲は、フルで収録されてるんですけど、ゲーム内はフルじゃないですよね。ゲーム内に収録されてる曲はね、まあ、何十回とやってるんで、僕も完全に覚えて歌えるぐらいになってるんですけど、まあ、今回フルということでね、また印象も、変わってくるんじゃないかなと思います。毎朝ね、仕事行く時のお供としてね、車の中で爆音で流しながら行こうかなと思います。ということで、ジャック・ジャンヌ、ボーカルコレクション、そしてオリジナルサウンドトラックの、紹介でした。僕ね、やっぱ気になるのは、レプリカチケットの座席の番号ですね。これがランダムなのか、それとも統一されてるのか気になるんで、ぜひとも買った方はですね、同じなのか、ランダムなのか、ちょっと教えていただけたらなと思います。ということで、お疲れ様でした。また次回の動画でお会いしましょう。